玉串の玉は本来魂と書き、自分の魂を串に刺して神様に捧げるという最上のお祈りです。現代風に言い換えますと、真心を込めて拝礼するということです。 一般財団法人北海道開拓の村代表理事木村拓司。 厚別西行進会会長笠島義雄様。
一緒にも一緒でもいいのに。